にはせよ。はじめまして、長澤まさみです。今回初めて釜山映画祭に参加させていただいているんですが、本当にこんなに気持ちのいい場所で、そうですね、こんな風に、皆さんにお会いできて本当に光栄です。映画も海町ダイアリーといって海町を舞台にした作品で、この町に来てこの映画祭に呼ばれて本当に映画も喜んでるなって思いました。今日は楽しんでいってください。いまいそしみだ。あ、おんじゅう。去年撮影でお邪魔しました。ソウルです。でも本当にこの釜山に到着した時に海を見て本当に綺麗なところだなと思いました。映画の中の景色がある景色がこの釜山というか、韓国の南の方のなんか海に似てるっていうのをこう映画の関係者の方に聞いたんで、こう映画を見てもなんかこうどことなくこう懐かしさも韓国の方にも抱いてもらえるのかななんて思いました。それが嬉しかったです。